はい、本日ですね、モデレーターを務めます田中でございます。よろしくお願いします。やっぱり経営という中でデジタルって小さいよねと。ね、実はすごいんだけど小さいと。で例えばですね、奥谷さんはいや社内の中でそのデジタル部門っていうのはねトップから、温かい愛情のある温かく無視されてる。温かく無視されるという発想、それからね、これは岩村さんからも出たんですが、大体マネジメントトップがですね嫌う言葉がというかね避ける言葉が2つあるんですよ。1つはマーケティングとにあんまり興味示さない。でもう1つはデジタルね。ってことはうちは今回2つ入ってるわけですよ。ということはですね、これは由々しき問題でありまして、で実は私自身も実はデジタル問題会なんです、はっきり言って。でただお三方にですね事前にねヒアリングをさせていただきました。そうするとですね私自身も覚醒しました。実はデジタルってそんな技術論とかいう話よりも実は一つのねやっぱ経営にとってものすごい可能性を持っていて、いわゆる次のビジネスモデルを作っていく上でのあるいは一番重要なポイントじゃないかという。ですから今日はですね我々一生懸命イケてる感を出そうと思います。ですから皆さん後で質疑応答もしますけれども、盛り上げてみんな楽しくねワイワイガヤガヤそうやって進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で今日のテーマっていうのは基本的にはですねこういう全てがつながっていく時代なんですね今。でそのつながっていく中でどうやってビジネスとしてそれをレバレッジするのかっていうのが基本テーマになります。で今日はお三方もうつわものすごいですよ。お話聞くだけでももうビビっちゃう。それでねまずはですね個々人のその自己紹介っていう、どっちかというと個人のそのバックグラウンドを中心にですねまず自己紹介という形で、じゃあその順序でちょっといっちゃいますかね。岩村さんよろしくお願いします。はい、皆様よろしくお願いします。Google の岩村と申します。入ってない。聞こえますか。はい、すいません。そうデジタル×マーケティングはこう非常に無視されるとか言ったんですが、でもそういう意味で言うと今日参加してくださっている皆様って非常にもう最先端の意識の高い方々ということなので、ぜひ皆様がここで伝道者になっていただいてですね、どれだけこのデジタルっていうものが本当に経営にとってファンダメンタルなものかということをぜひ体感していただいて、外で伝道師になっていただけるといいなというふうに思っております。で私はですね Google も9年ぐらいになるんですね。今は日本のマーケティング、Google の製品のマーケティングということもやっておりますし、 Google が提供しているマーケティングプラットフォーム、これを企業の方々に理解していただいてどうやってビジネスに生かしていただくかという、エヴァンジェリスム的なことをやっていると。あとは最近はですねここ数年はアジアパシフィックのマーケティングも担当しておりまして、これは本当に面白いんですよね。やっぱりもう何億とか何十億とかっていう規模でユーザーが初めてインターネットにスマートフォンでつながる、ものすごいチャンスですよ。これどうやっていくんだということを、Google としても考えてますし、ぜひ企業の方々とも考えていければなと思います。で私はですね実はですね社会人のスタートは電通でございまして、でその時からその後からいろんなこと、インターネットベンチャーをやって堀さんにも投資していただいたんですけどうまくいかなかったりとかですねいろんなことがあったんですけれども、今また Google というところに来て本当にまさにマーケティングの持っている、マーケティングというのはやっぱり企業とユーザーをどれだけつなげられるか、そして絆にしてビジネスの持続的な成長に資することができるか、これがデジタルによって本当にできるようになってきたかなというふうに考えております。こういう自己紹介のところだけでいいですか。まずあくまで自己紹介なんで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ奥谷さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、奥谷でございます。私の自己紹介ですけれども、一応ここにはオイシックス株式会社と、チーフオムニチャンネルオフィサーとか書いてありますけれども、まだ入社して3週間でございますので、何のオムニチャンネルもやってないっていう感じです。私のバックグラウンドは18年ほど無印良品で働いてまして。この5年半ですかね、ウェブ事業部にいて、無地の場合リアルが非常に強いビジネスモデルでしたので、オフラインが強いところをどうオンラインでつないでいくかということをやってきたということです。で、今回転職を機に全く今度会社がビジネスモデルがガラッと変わりまして、リアルがめちゃくちゃ弱くてですね、ネットがガリガリの会社ということで、ちょっとそういう立場で、まさにそのまあ、チーフ・オブ・チャンネル・オフィサーというのは、まあ、まさにオフィシックス株式会社の社長の高島さんにつけてもらったんですけども、まあ、私自身がこれからもこういう領域で、まあ、先駆的にいろんなことをやってみたいなというふうな思いも込めて、まあ、ついてますんで、まあ、ちょっとあとなんかオフィシックスの成果とも半年とか1年ぐらい待っていただかないと何もちょっとお話しすることはないかなって感じですね。ただちょうど今日のセッションでも冒頭に自己紹介とともに言っておきたいのは、私もなんと18年も無印にいてですね、じゃあデジタルやったの何年よって話なんですね。たったの5年半ですね。それより私のキャリアは最も長いのは結局ものづくりであり、まあ、店頭に立っていたと、まあ、こういう人間でも一応デジタルってできるんだっていうこともですね、今日のセッションで理解していただければなというふうに思ってます。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ次、今野さんよろしくお願いします。アイレップの今野でございます。よろしくお願いします。私は実はこの業界来て13年なんで、実はこの3年の中で比較的古くもなるのかなと思っているんですけど、古くはメールマーケティングとかインターネットマーケティングというものが最近だとウェブマーケティングに変わって、まさに今日主題であるデジタルマーケティングに変わってきていて、私はこの13年間見てきたことっていうのは、当時実は私一度IT 系の企業に就職してます。今のヒューレット・パッカードに買収された EDS って会社に新卒して入って、一回 IT をやってるんですね。やっぱこの手の G1 も僕も結構出てるんですけど、皆さんとかく経営者は IT まではなんとなくタッチしてるんですけど、それがなんかインターネットとかデジタルっていう言葉に切り替わった瞬間に、なんか遠いものだと思われる私のもう少し先輩たちの人が非常に多いのかなというふうに思っていて、まあその中私は比較的現場営業から入って、今のアイレップという会社のトップに立つ中で、まあ営業コンサルタント経営って視点で比較的13年間ずっと駆け足で業界を見てきたということもありますので、まあこの中でどうしても事業会社サイドではないので、マーケティングっていう側からではあるんですけど、まあ、この後皆さんのセッションの中で少しその経営がなんで今後デジタル化しなきゃいけないのかっていう話を少し今日お話しできればというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ早速始めたいんですが、その前にですね、まあ、私がそのお三方に事前にいろんなヒアリングお話を伺った時に、まあ、私自身がね、さっきも申し上げましたけど門外漢なんですね、デジタルのね。でそういう視点からいろいろお話を伺った時に、やはり5つほどね、あ、これかなっていうポイントを感じました。でそのポイントを、まあ、これからちょっと簡単にご説明して、まあ、一つのね参考にね、この後の議論をどういうふうにこう見ていくのかっていう参考にしていただくとすごくいいかなというふうに思います。で実はこの5つのポイントっていうのがありまして、まず第一、その関係性資産というものを作り上げることがですね、企業の競争優位を担保する。これどういうことかというと、実は企業っていうのは関係性資産という今まで見えなかったものを実は持ってたんですね。でそれがデジタルによってだんだん可視化されてくる。でその可視化されたその関係資産をどうレバレッジしてビジネスにつなげていくかっていう発想が実はものすごく重要になってきてる。でしかもその関係性資産というのは今まで見えなかったわけですよ。だから誰も資産として考えなかったわけです。ところがどうもデジタルが入ってくるとそれが形で見えてくる。ですからこれから競争を勝ち抜いていく上では、この関係性資産という発想をね持って、それをどれだけこう作り上げていくのかっていうのがですね、一つ非常に重要かなと。でデジタルマーケティングではそれがもうすでに実施され成果を上げてるんですね。ですから、これは当然ながらお客様あるいは生活者だけでなく、あらゆるステークホルダーに当てはまってくることなんですね。ですからこの関係性資産というのを一つの視点でね、今日のお話を聞いていただくといいかなと思います。だから2つ目はですね、価値創造が相手主権になっている。どういうことかというと、やっぱりこっちから商品サービスの価値やいわゆる品質というものをこっちから一方的に上げるところから向こうがだんだん決めてくるっていう時代になってきてるわけです。で当然ながら向こうの言うことになってたらいいものは生まれないんですが、そこで綱引きが出てくるんですね。提供する側と消費する側で。でその綱引きっていうのは言い換えるとつながりで、つながりっていうのが実はこれから商品やサービスの価値を創造していく一つのキーになっていくっていう。ですからまあもっと言うならば、企業そのものの価値を創造するのもこれからはつながりになってくると。だからつながっていく企業が価値をどんどん創造していくっていう世界になっていくと思います。それから3つ目がですね、つながりを絆に、ラショナルでなくエモーショナル。これは皆さんのお三方の話を聞いてると、どうもつながりというよりもそのつながりを進化させて絆まで持っていってると。でそれをビジネスにレバレッジしてるっていう。でしかもその絆まで持っていくためには、従来のラショナル合理性ではなくて、いわゆるエモーショナルな部分、もっと言い方を変えるとストーリーがものを言ってくる、あるいはそのストーリーに支えられたその体感的な価値っていうんですかね、そういうものがものを言ってくる。でこういうことを考えていくと、実は企業のコミュニケーションがガラッと変わってくるんですね。そうすると企業のコミュニケーションが変わってくると、実はもっとすごい世界が、ポテンシャルが見えてくるっていう、顕在化して、こういう世界があるんだなっていうのを一つの実感として、ね、持ちました。でつながる現場の知見、集約がですね、集積がその差別優位を生むっていうんですが、これは何かというと、やはり一番知見が集積するのがつなげを仕掛けてるところ。つながりを仕掛け、さらに、そういうことが実際起こってる現場がですね、実はものすごい知見集約なんですよね。でやっぱりそこを抑えたところが勝者、もっと言うなら差別優位を確保できるっていう、なんかそんな現場っていうものがものすごく重要、つながってる現場ですね。そういうところが重要かなと。で最後はですね、これはある意味、先もちょっと申し上げましたけど、デジタルってなんか技術論の枠を超えてないんですね、日本の経営者の中には。でこれは技術論というよりも、もう一つの発想でありまして、世界観なんですね。全てがつながってくるっていうことはビジネスにとってどういうことを意味するのか、だからそういうつながっていくっていう世界観を実感することがですね、やっぱりすごく重要であり、その中でビジネスを発想していくっていうのが重要なんじゃないかなと。ですからこの5つのポイントっていうのは一つのね、参考としてですね、私自身が全然専門家じゃないのにさらの状態でお聞きした時に受けた、あ、なるほどこの5つかっていうものを今ご紹介させていただきました。ということでですね、これからお三方にそれぞれプレゼンテーションしていただいて、今話したことをもう少しこの映像というか可視化していただくという話でセッションを始めていきたいと思います。じゃあまずですね、プレゼンテーターとして奥谷さんからよろしくお願いいたします。はい、わかりました。じゃあちょっと進めていきたいと思いますけれども、私の方からこの話っていうのもなんか気持ち悪いんですけども、一応簡単にですね、オイシックスの話も少ししておきたいなと思うんですが、先ほどあった私はかつて無地という、どちらかというとリアルなお店が強いところで、デジタルな技術を使ってお客さんとのつながりを作ってきたんですけども、オイシックスっていう会社は面白いぐらい野菜というですね、基本的には食べなければ何の価値もないわけですね。ネットで見てても意味がないものをネットで売るっていうことをですね、ずっとやってきた会社ということで、興味があったわけですけども、で私はその関係性規範にもすごく関わってるなと思うのは、オイシックスがやろうとしてることは何かっていうと、安心安全な食材を皆さんのご家庭に提供するっていう、ただそれだけですね。それは別に町の八百屋だってそう思ってるかもしれませんよね。それをやっている会社ですね。でもオイシックスの場合は物流に一つのコアコンピタンスがあるんですけども、冷凍冷蔵常温ということで、それらを全て兼ね備えた物流から物を運んでいくと。でお客さんの好きなタイミングで商品を提供すると。ちょっとコープさんとかと違うのは入会とかいらないってことですね。で基本ちょっとまだまだ僕からするとサイトが見にくいなと思うんですけども、未購入者向けと定期便を買う人と、あとは時々オイシックスを使う人、こういうふうに一応サイトは分かります。ただまだまだ小さい会社で新規なんで、どちらかというともうこの未購入者向けばっかりがですね、ちょっと出てるところがあるんで、これからもうちょっとその次の関係性資産ですね、第二の創業って高島さん言ってますけども、次から僕はリテンション、そういったところにちょっと入っていかないといけないのかなと思ってます。で現在いわゆる野菜というのはどこでも売っている、タッチポイントがいっぱいにもかかわらず、今もう累計でいうと100万人が買うようなビジネスになっていて、ごめんなさい、売上的には今160億ぐらいですね、まで来ていると。普通スーパー業界というと大体ボトムラインが 2% ぐらいの、ね、利益ですので、それよりは非常に高い状態で、推移をしていると、いうことです。こういう会社が今何をどんどんやろうとしているかということなんですけど、一つは時短っていうテーマが結構あってですね、やっぱりオイシックスの主要な顧客層である、多いのはやっぱり共働きであったり、非常に忙しい女性の方で、家ではかといって手は抜きたくないということで、こういったキットをですね作って20分で試飲と主菜と副菜ができてしまうということで、これがこの間テレビでですねパブリッシュですね、が出た瞬間にですね、売れすぎまして、私入社2週目にしてですね、物流センターで野菜をパック詰めするというですねまさにオムニチャンネルなんで、これオムニチャンネルなんですかね、そんなことをやっていたおばちゃんにこれ40ねとかで、40の意味が分かんないですけど 40g 小松菜を入れろってことなんですけども、間違えて 70g 入れてましてですね、もう一回やり直したとかそういうことやってたんですけど、まだまだそういう意味ではベンチャーですね。はい、で最近ではやはり日本の食っていうのがまさにこの辺からやっぱりこうデジタルらしいというかですね、面白いなと思うのは、オフラインでも今いわゆるインバウンドですね、いわゆるデジタルだってインバウンドなわけですね。やっぱり日本の食っていうものに対するこう欲求ニーズはかなりあって、彼らがこれを体感する前にかなり時間がかかるんですけども、今香港へのアプローチをかけていて、オイシックスの場合コンサルティング業務なんかもやってますので、実は台湾で野菜通販をやってるような会社にもオファーを出したりとか、こういうこともいろいろやってるということですね。で、まだまだ弱いのがリアルということなんですけども、去年からですね、直営店である吉祥寺、あとショップインショップもですね、非常に増えておりまして、東急ストア様、あとクイーンさん、あと、もうすぐ、もうすぐかな、イオン様といったところでもですね、始まっているということです。こういう中で私はその野菜という人間のこう食に対する欲求に根本的になくならないものをいかにデジタル化するかってこと、すでにもうできている部分もあるんですけど、それをサポートしていく、オフラインでもサポートしていくということをやりたいなと思っています。で私はですね、常にお客様の買い物行動を常に顧客時間っていう発想で見ているので、この話をちょっとしておきたいんですけども、やっぱりお客さんが何を考えているかってことが最もやっぱり分かるのはどこかといえば、ネットの世界で、なかなかこうオイシックスのですね直営店に来て「今日何買うんですか?」って聞くわけにもいかないし、頭かち割るわけにいかないわけなんで、そうするとやっぱりこの検討のフェーズっていうのをいかに見ていくかと。でそこに、今までだったら何が売れたかしか分からなかったところに、ネットでの ID、願わくばリアルでの ID をくっつけて、誰が何を買ったのかということを分かるようにしていくと。で私はこういった時間をしっかりソーシャルや、まさにスマートフォン上のデバイスなんかを使って3フェーズをしっかり取っていくということがですね、今後も究極のそのドベーシックなオムニチャンネルの戦略だと思っています。こういう形でお客さんの時間モーメントをしっかりと取っていくことによって、お客さんの時間に入り込むということが、僕にとってのオムニチャンネルだということですね。で常にその売上の規模でいうとですね、先ほど温かく無視される、デジタル領域なわけですけども、私からするとそのお客さんの買い物っていうのはモーメントモーメントごと一回一回が勝負なわけですね。それがネットが強い企業がであろうが、リアルが強い企業であろうが、お客さんが仮にその逆の領域に入って買い物したとしても、そこで顧客不満足を起こさせるわけには僕はいかないと思うわけですね。で今データが取れる時代ですから、やっぱりそういう意味ではエンゲージメントをしっかり取っていくとか、先ほどですね関係性資産って話がありましたけども、顧客理解の部分をしっかりネットで取っていくと。ただまだまだ売りっていう売上という相場で考えればリアルが強いわけですね。ネットがただ伸びてるって言ったって別にね、全員がネットで買うわけじゃないんで、このバランスをしっかり取っていって、そのバランスをしっかり取れてるかどうか見るのが、デジタルマーケティングでありオムニチャンネル戦略だとですね。そうするとこうネットとリアルの役割っていうのは、僕からするとやっぱり検討、頭の中をですね、まさに Google でなんか検索するというのは脳みその中が出てきてるわけなんで、ここが分かれば商売というのは簡単ですよね、比較的ね。検討のフェーズが一番大事なんですけど、検討とかの部分と、使用消費の部分っていうのをですね、ネットでしっかりカバーして、売りは基本オムニチャンネルどこで買ってもいいっていう形を作っていくべきなんじゃないかなと、特に僕らみたいなこうリテーラー側っていうんですかね、これはこういうふうに考えるべきだと思ってます。その中でじゃあどっちが売り上げ取ってるから上下ではなくて、お互いの KPI をしっかり分かった上で、私はその EC をやってるっていう時に、最近こうエンゲージメントコマースだっていうようにしてるんですけども、ただ単にウェブ上で物を売ることじゃなくて、エンゲージメントコマースってなればリアルもネットも関係ないですよね。エンゲージメントを高めなければもうこれから差別化できないので、だからこそ私は今後もですね、やっぱエンゲージメントコマースを推進するっていうことが、一番そのデジタルを理解していく上でも簡単ですし、オムニチャンネルを進めていくっていうのも重要なキーワードになると、まさに関係性資産というのはここにできていくんじゃないかなと思ってます。ちょっと長いですけども以上です。ありがとうございます。じゃあですね、今度は岩村さんの方からよろしくお願いします。一つだけ今日お話しきれないこといっぱいあるかと思いますので、最近ですね、ダイヤモンドハーバードビジネスレビューのウェブ版の方に Google と考えるマーケティングの未来というものをチームで連載をしておりますので、そこに今最新のものが入っておりますね。もしご参考になればと思いますので、よろしかったらご覧ください。で、意外とですね、Google この頃、外にお話しに行くとですね、あんまり知られてないということがありますね。一応 Google の紹介させていただきたいなと思います。毎日毎日使っていただいているかというふうに期待はしているんですけれども、これが私たちのミッションです。で、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすると、もうまさにその検索エンジン、ここのミッションに基づいて生まれたということなんですね。で、もともとはスタンフォードの大学院生2人創業者が作り始めて、学内の検索エンジンを作って、それをインターネットというものすごく大きなプラットフォームの上で誰でも情報がアクセスできるようにするということで始めております。で、実はですね、その検索エンジンとてもよく知られておりますが、もう一つ Google がここまで来れたドライバーになっているエンジンというのがあるんですね。で、それが検索連動型広告というものです。で、この2つのエンジンが回ることによって、Google というのはここまで成長してきたと。で、ちなみに Google のトップページがなぜ白いかというのはお分かりになりますでしょうか。私時々ですね、広告代理店さんからなぜあそこに広告出させてくれとかで言われたりするんですよ。ね、確かに世界中で考えたらね、何億人とかっていう、10億人とかすごい数の方々が来てます。日本でも相当な方がいらっしゃってます。で、なぜそこに広告を載せないかというと、なぜならそのあそこの検索ボックスがブランクだからなんですね。で、検索ボックスがブランクだということは、私たちはそのユーザーさんが何の情報を欲しているかわからないと。で、ひとたびそこに検索キーワードが入ってきて、検索結果ページに行くと、そこには広告があります。で、なぜならそれはユーザーにとって広告であっても価値ある情報として提供することができるから。これがその検索連動型広告と。で、Google が起こしたマーケティング、あるいはその広告における一つのイノベーション。で、この2つ、検索エンジンとこの広告エンジン。この2つがぐるぐる回って、Google というのは成長してきたと。で、まさにここに世界中にというふうに書いてあるんですけれども、で、実際に今、17年目ですね、Google。1998年にできまして、今世界中の多くの方々に使っていただけるような存在になってまいりました。で、いわゆるその検索エンジンということだけではなくて、スマートフォンの無償の OS、Android プラットフォームを提供したり、あるいはその Chrome というブラウザ、これ意外と実は伸びてるんですね。地味に伸びてます。で、世界でも本当に7億5000万人という、非常に大きい数の方々が利用してくださっております。あとは YouTube、日本の方々にも非常に浸透してきていると思いますけれども、非常に多様なレンジのサービスをやっているかのように思われますが、基本的にはインターネットというプラットフォームを通じて、どれだけ人々に情報へのアクセスを提供できるかということがコアのミッションであり、ドライバーになっているということになります。で、そういうことで言うとですね、一応真面目に今日あらかじめですね、テーマを振られてまいりましたので、このつながる時代を踏まえた取り組みっていうふうなことで、ここからちょっとだけお話をさせていただくんですが、そういうことで言うと、全部 Google の取り組みすべてつながる時代を踏まえた取り組みではあるんですね。で、ただ最近私たちが一つ企業の方々に、こんなにユーザー変わってるんだよと、そこでどうやってつながりますかって言ってる時に提唱しているコンセプトというのがありますので、ご紹介をしたいと思います。で、まずですね、今日のお話ですね、最初なぜデジタルか、ね、ひょっとしたらもうそういうことを必要でないオーディエンスの方々かなと、ちょっとお顔を見ながらそう思ったんですが、なぜデジタルなのか、これぜひここで把握をしていただいてですね、外に行ってもお話をしていただけるといいなということで、最初に分かりやすくビデオを流したいと思います。grinding sound when you turn the key?ですごく実感を持って見ていただけるかなと思ったんですね。やっぱり最近のユーザーの行動を一番大きく変化させているもの、それってこのスマートフォンなんですよね。で、昔はまあ確かにインターネットで検索をするといった場合、デスクトップで座ってと。で、そうではなくてもう常にユーザーはつながっていると。で、何かちょっときっかけがあったらすぐ取り出しますね。あるいは暇になったらすぐ取り出す。で、そこで何かを見て刺激されてまた何かが調べたくなると。これを私たちマイクロモーメンツというふうに言ってます。でも一日の中でも皆さん本当にスマホを取り出す瞬間あると思いますけど、それを一つ一つがこのマイクロモーメンツで、それは何かというと、ここに書いてありますけれども、生活者が何かをしたいと思って目の前にあるデバイスを使って行動を起こす、生活者の意図が読み取れる瞬間、これがポイントです。意図が読み取れるんですよね。で、逆に言うと、これものすごく本当に意味がある形でユーザーとつながることができる瞬間、これを生かしていかなければならない。だからなぜデジタルか、それはもうまさにこのマイクロモーメンツがものすごくいっぱい生まれてるからということかなというふうに思います。で、実際にですね、これマイクロモーメンツっていろいろあるんですね。また例えば何かを知りたいモーメント、どこかに行きたいモーメント、何かを変えたいモーメント、方法を知りたいモーメント、いろいろカテゴライゼーションすればあるんですけれども、ご覧いただいて分かりますように、私たちが調べたらこの中でも全てのこのカテゴリーの知りたいモーメント、行きたいモーメント、ここで8割前後の方々が必ず何かスマホを取り出して調べてると。ですごいチャンスですよね。ここに指していくことができるか、ここでつながっていくことができるか、これがホワイデジタル。これもマーケティングということを超えて、ビジネスにとってもファンダメンタルに逃してはいけないチャンス、そういうふうに言っていいかなと思います。で、じゃあどうやったらいいのっていうことですけども、非常にここシンプルなステップです。で、マイクロモーメンツを見極める、適切なメッセージを最適なタイミングで届ける、その効果を測定する、これなんだこう今までとあんまり言ってること変わらないじゃないという話なんだと思いますが、確かに先ほど言いましたように、マーケティングってやっぱりどうやってユーザーと企業とのつながりを作って、関係性資産として今後の持続的な成長を作っていくかという話なんですが、これデジタルになることによってですね、圧倒的に実は変わってるんですね。例えばマイクロモーメンツを見極める、検索キーワードの 15%、 日々生まれる検索キーワード 15% は全く新しいものなんですね。で、それぐらい変わってる。だとすると、自分の企業ビジネスに関係あるキーワード何かな、これ常に把握しておかなければいけない。で、逆に適切なメッセージを最適なタイミングで届ける。そもそもじゃあそこに何も出していなかったら存在しないと同じになっちゃうんですね。で、逆に他の企業の方々が出してたら、圧倒的なシェアマインドを減らしちゃいますよね。なので、そこでじゃあ何を指していくか。で、ここも単純に検索連動型広告ということだけではありません。今、ビデオをご覧いただいたんですけども、インターネットの世界、これコンテンツになってます。どういうビデオをメッセージを伝えていくか、これも一つのあり方になっていて、そこでストーリーテリングをする。で、それによってブランドの理解を深めていただいて、毎回何か製品を使うときに、このブランドってこんないいブランドだな、あるいはイケてるブランドなんだと。で、そうするとそれがますますブランドとユーザーの絆を深めていくことになる。で、あとは効果を測定する。で、効果を測定するっていうとですね、マーケティングって事前にアンケートしました。キャンペーンやりました。で、事後にアンケートします。で、そういうアプローチなんですね、今まではね。でもそんなことないんです。一番変わっていかなきゃいけない 3A って私たち言ってますけども、アジリティ、どれだけ迅速に、リアルタイムでこのデータを把握することができるか。で、あとアキュレシー、これアンケートで聞いてることってですね、皆さんなんとなく思い込みで書いて答えちゃってることがあるんですね。そうじゃなくて、ビヘイビアデータを見ましょうと、行動データを見ましょうと、それで正確になります。で、あとは3つ目がアクショナブル、行動をすぐにリアルタイムで企業のマーケティング行動を変えていくということができるんじゃないかと、こういう形で、そのシンプルな3ステップでありますけれども、アプローチは結構変わってきますと。で、ここ後ほどのディスカッションの中でお話をした方がいいかもしれませんけれども、じゃあこれをやるために何をやっていったらいいですかって、その How のところですね。じゃあこのデジタル、皆さん今日はそのいろんな意味でそのビジネスリーダーで経営者の方々だということで、ここさらっとお話をしておくとですね、デジタル時代に適応したマーケティング組織を作るための課題なんですかと、私たちアジアパシフィック全域でいわゆるその CMO に類するような方々に調査をかけました。でこれ日本の結果全体と日本平均で、いろんな項目があるんですけれども、まずそもそも日本と全体平均すごいギャップがありますねと。だからデジタルっていうものに対する取り組みがまだまだ残念ながら遅れていると。で特にこの3つ、そもそもですね、デジタルの推進は最も重要な戦略課題であると 65% アジアパシフィックスでなってます。日本ではですね、半分割っちゃうんですよね。大丈夫ですかっていうあとは今までよりもさらにブランドの位置づけや目的を明確化する必要がある。これ迅速になるっていうことは、ブランドのコアがはっきりしないと迅速に対応できないわけです。でブランドってそういう意味でも非常に重要になってくる。あるいは3つ目、マーケティングに携わる人にはリスクを恐れずに新しいことを挑戦することを奨励していますかと。でまさにデジタルっていうのは常に変わっていくし、これから先に何が来るかわからない。でそういう意味で言うと、マーケティングの人とか、そういうあるいは製品の人、そんなこと言ってる場合じゃなくて、イノベーション組織になっていかなくちゃいけないですねという話がここからあるんですけど、課題としてぜひ後ほどディスカッションさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今野さん、よろしくお願いします。ですね、今のお話にあった中で、昨日までスタンフォードにいて、まさにモーメントっていうイベントに出てて、昨日戻って夕方に来たら資料用意してくれって言われて、僕はですね1枚って言われたんで1枚だけ用意してきたんですけど、皆さん意外に資料が多くてびっくりしたんですけど、サンキューに来ました。1枚だけ資料用意してきましたと。さっきの話、ちょっと初めの紹介につながってしまうんですけど、私この業界に転職した理由が実は Google なんですね。もともとエンジニアだったんですけど、当時エンジニアっていうとマイクロソフトのサーバーとかいじってた人間で、大体そのトラブルわけですよ。でそうするとマイクロソフトのサイトに行って検索すれば、本来ではそのトラブルシューティングが出てほしいにもはずなのに出ないんですね。で大体その当時はWindows の NT とか、まだ2000まで95とかの時代にもう少し前のサーバーもありましたけど、そのエラーメッセージをそのまま Google で検索をするとですね、まさに世界中で同じ問題を抱えていたユーザーが、いわゆるエンジニアがその FAQ サイトを作って、そこでみんな議論をして回答を出してくれると。最終的なコンテンツは実は Google ではないんですけど、その回答まで導き出してくれる Google っていうものに見せられて、当時2002年だったんですけど、じゃあそもそももともと IT っていう領域で仕事をしていたんですが、やっぱりそのエンジニアとしての限界も考えている中で、やっぱ自分でマーケティングをしてみたいなと。でそうなった時に当然まさに今日議題であるデジタル、当時はデジタルって言ってなくて多分インターネットだったと思うんですけど、その時にじゃあ Google に入りたいなと実は思ったんですけど、2002年から2003年 Google ほとんど募集していなかったので、もしかしたらもっと私に実力があれば入れたのかもしれないんですけど、じゃあちょっと Google に入るっていう選択肢かなり狭いもんだったので、じゃあ Google のモデルなんだろうって、まさに先ほど話に出てきた検索連動型広告っていうのが2002年アメリカで始まっていて、じゃあこの広告を取り扱えれる会社誰だろうと思ったら、広告代理店っていうのがいて、当時もう1社目すごい非常に大きいグローバルな会社に入ったので、次はベンチャーに入ろうということで、たまたま見つけたのが今の会社、まさに人数が15人ぐらいで、もうドベンチャーで、まさに Google さんを取り扱い出したみたいな会社に転職したのが実は私のきっかけで、何を伝えたいかというと、私が一ユーザーとしてやっぱ Google って便利だったんですね。で多分今もユーザーは多分インターネットを使えって言われて使ってる人はほとんどいないはずで、便利だから当たり前のように使ってると。いう状況で、今やっぱりその中で多分ほとんどの事業会社の人たちの多分対象となるユーザーは多分インターネットとしてIR だろうが NR だろうが PR だろうが情報を取得しているっていう時代がやっぱり今起きている実際なのかなというふうに考えてもらいたいなってまず1点目です。でその中で実は当社はなかなか Google さんこういった発表していただかないんですけど、多分おそらく Google さんのまさに先ほど話してた検索連動型を含む広告関連を多分日本でも最も多く取り扱いさせていただいている一代理店で、大体今当社は上場しておりますので数字開示してますけど、年間600億なので単純で考えると単月50億円ぐらいのご予算をお客様からお預かりして運用しているということで、非常にもう多種多様、いわゆるブランド系の企業から多分オイシックスさんなんかもそうですけどデジタルマーケティングの中でダイレクトレスポンスに近いようなクライアントさんなんかも運用させていただいているという会社です。でそんな中でやっぱ昨今の変化ですごく感じて、ちょっと見づらいとは思うんですけど、やっぱり人の生活も変わってきてますし、いわゆる事業会社の事業もこれまでの事業を踏襲する部分、当然先ほどの話にあったリアルが非常にまだまだ影響が大きい部分もあるんですけど、新しい事業も出てきて、ちょっとすごく見づらいものになってしまう、一枚にちょっとまとめたもので見づらいんですけど、要はちょっとですね見づらくて上からどれかってちょっと言えないんですけど、まさに先ほどあったように、スマートフォンが登場したりっていう話であったり、最近のA&B みたいな形で、旅行の時に、いわゆる今までのホテルではなくて家を借りられるようになったりとか、多分他のセッションでもあると思うんですけど、クラウドソーシングみたいに仕事をインターネットを仲介として、探せるようになったっていうようなことも含めて、大概ここにいらっしゃる事業会社さんの情報がデジタル化し、そのデジタルを通してユーザーがその情報に接触すると、その入り口が Google さんの場合もあれば、場合によっては Yahoo さんであったり Facebook だったりっていうケースはあると思うんですけど、間違いなくそういった環境変化が起きているっていうことは皆さんが感じているはず。ただし自分が感じていることと実際に皆さんの対象となるクライアントさん、顧客が同じいわゆる行動を起こしているかっていうのは、先ほどまさに Google さんの話にあったように、当然対象が異なればやり方も変わってくるので、違うっていうことをやっぱり理解をしながらやっていかなきゃいけない。ただ少なくとももうここにいる人たちでこの10年ぐらいの間に、いわゆるコミュニケーションとかインターネットの在り方が変わったということは絶対みんな実感しているはずで、やっぱそれを今日この後議論していくのかなというふうに思ってます。で一点だけ最後付け加えたいのが、ちょっとネガティブな話に聞こえてしまうかもしれないですけど、全く万能でははっきり言ってないです。なんか最近よく言葉でビッグデータという言葉が少し一人歩きして、少しちょっと専門用語的になりますけど、データ、DMP のデータマネジメントプラットフォームという言葉が走るんですけど、先ほど話したように私がいわゆるこの業界に来た大体15年ぐらい前、 IT の世界はデータベースって呼んでました。で当時の流行り言葉はデータウェアハウスで、最近はなんかビッグデータみたいな。実際これが何かを解決してくれるわけではないということをやっぱり理解をしてもらいたいと。ただデータはもう皆さんほとんどの方蓄積できるようになってきていて、分析するところまではある程度ロボットもやってくれればコンピューターもやってくれれば人がやればできるんですけど、最後どういうふうにそれをユーザーと結びつける、顧客と結びつけるっていうことが結構重要で、結構これも最近流行り言葉で言うとマーケティングオートメーションみたいな言葉があるんですけど、全然オートメーションじゃないです。結構少なくとも僕らこの領域で最先端走ってる自負はあるんですけど、その会社が社員をどんどん増やしてます。今650人います。どんどん自動化しているのにどんどん人を増やさなくてはいけないっていうジレンマっていうのは、最終的にはそんなに自動化できないんですね。いずれできるようになると思います。ただ実際に夢物語はないので、その辺もちょっとこの後の話の中で広い意味で全体をつなげていく、もうつなげていけるしつながってるしつなげなければいけないっていう世界であるものの、もう一方ですごくアナログな世界が残っているっていうところは、逆に実際に皆さんのご予算なんかをお預かりしながら運用しているという立場で、ちょっとこの後議論もうだんだん押しているので、その中で少しお話できればと思います。はい、ありがとうございます。じゃあいよいよ議論という形でですね、最初の質問をちょっと奥谷さんにちょっとさせていただきたいんですけれども、奥谷さんの場合はどちらかというともともと無地で、オフからオンに入られ、それから今度オイシックスで、いわゆるオンからオフに入るという、非常にその中で顧客の時間ですよね。にこう入り込んでいくっていう話ですね。でそこで重要なのは多分タッチポイントをどう設計するか、で質問はですね、そのタッチポイントを設計する上で非常に何が一番大切なのかという話と、もう一つは先ほどあったつながりを絆化するにはどういう仕掛け考えが必要なのか、そこからまず皆さんと議論始めたいと思います。よろしくお願いします。そうですね。これは一つはもうすごくバクッとした言い方なんですけど、いかにビジネスをIT の目とかウェブの目とかで見るかっていうことですね。その簡単な例で言うと、その本屋をやるのに、本屋というお店を作るのかアマゾンを作るのかのこの違いということですね。本は一体どこにあるのと本屋でやればあの辺としか答えられないけれども、アマゾンはどこにあるかってどこにあるかというよりは情報として出ればいいということですね。つまりそのデジタルマーケティングやああいった顧客時間モーメントを把握するためにはどうしても100% 完璧にはならないですけども、このポイントだったら情報が取れるよっていうその設計をまさに経営者と一緒にやる。これがないとなかなかで何が分かるのっていう話になったり、突然アプリやりたいんだけどって話になって、それがどういう関係性に基づいてできてるのかと。やっぱりその、先ほどの山田さんの話もあった通り、いっぱいモーメントはもうウェブの中にインターネット上にあるので、それをいかに拾ってきて設計するのか、これがまず仕組みとしては大事だと思います。そうするとやっぱりビジネスっていうその事業戦略そのものと経営と直結、ある意味ではつながってて、そことしっかりやっぱり結んでいないと、そういうタッチポイントをどこにするかっていうのは分かってこないということですね。そうですね。私は特に無地パスポートやってきて、やっぱり常に思ってるのは、やっぱり実はそのデジタルの要素というのはすごく高まってきていて、何が分かるのというよりはビジネスモデルそのものが可視化できるわけですね。お客さんがどう動くか分かるわけなんで、そこがすごく今のデジタルの可能性なのかなと思いますね。やはりそのデジタルっていう発想を経営者は持たなきゃいかんって話ですよね。おっしゃる通りだと思いますね。どうでしょう、岩村さん、なんかここに付け加えるものってありますか。そのマイクロモーメントというね、これはたくさんある中でそのタッチポイントとの関係とか、そういう意味ではいかがですか。そうですね、マイクロモーメントっていうのはそのオムニチャンネルとかね、メディアとかっていうふうに言って、それは非常にどんどん新しくそのチャンネルストラテジーがこう次のレベルに来ていいなと思うんですが、やっぱり一つ言えるのは、このデジタルのファンダメンタルなインパクトって、やっぱり直接ユーザーのことが分かる、直接ユーザーに対話ができる、あるいは直接ユーザーに届けることができるっていうことなんですよね。でもちろんだからチャンネルで相変わらず、例えばそのリアル店舗、あるいはその卸を経由してとかっていうのはあると思います。でもやっぱりそこだけ、今までっていうのはどうしてもその日本の場合っていうのは間のそのインターメディアル、日本の場合だけではなくてね、デジタルが出てくる以前、インターメディアル、真ん中の中間のところを見てビジネスをしてたんですよね。でそうするとエンドユーザーの動きが全くわからないと。でそこに対する感度を上げていかないといけないと。デジタルができることっていうのは本当にユーザーを見ることができると。でそれまさにさっき言ったようにそのマイクロモーメントっていっぱいあると。そこを見ていくっていうふうに考えてを変えていかないと、そのビジネスの感度感性を変えていかないと、本当の意味でのそのビジネスネガティブインパクトになってしまう。なるほど。それぐらいファンダメンタルなインパクトがあるんじゃないかなというふうに思います。ただいわゆるデジタルというのは基本的に直接相手とつながるわけですよね。でこれは確かに素晴らしい面ではあるんですけど、でもそこにある程度つながることによるチャレンジ、覚悟、企業側にですね、そういうのっていうのは近野さんいかがですか。やっぱおっしゃったように諸場なので、やっぱりレスポンスがすごく良くなる分、やっぱりリスクも負うっていうところもありますし、さっき言ったようにデータって顕在化しているデータに皆さん見がちなんですね。そっちの方が安全だし安心だし、ただ多分実際に取らなくてはいけないデータってすごく潜在的にまだ取れていないデータだから極端な話、 Google さんのデータに全ての人がアクセスできればそこに全てはあるのかもしれないんですけど残念ながらやっぱ企業さんが持たれている資産ってまず企業側の資産なので、それはそれですごく重要なまさに今日話した資産であるものの、やっぱデジタルを通してもっとそれを広げなくてはいけないと同時に、やっぱりそこにリスクは生じるっていうのはやっぱり理解をしながら、コストもかかりますし、先ほどちょっとしつこくなりますけど手間もかかるので、そこはやっぱり改めてそれぞれその経営者の方がいるんですけど、もうとにかくこういった話でやれって言っても最後、末端というと失礼ですけど、メンバーが何かを動かさないと動かないっていうところは考えてもらいたいとは思います。やっぱある程度リスクテイキングっていうまだ見えないデータをどう見ていくか、そこあたりに隠されたね、いわゆる隠し資産があるわけですよね、企業にとっては。いかがですか奥谷さん、そこあたりで。そうですね、その事業会社側が持てるデータというのは確かにおっしゃる通り限られているわけですけれども、私はまあ別にここがグロービスだから言ってるわけじゃないんですけど、ビジネススクールってケーススタディとかやるじゃないですか。でケーススタディ、まあ、僕もビジネススクール行ってたんで思うんですけど、ケーススタディを何のためにやるかっていうと、限られたページ数を読んでその経営者になったつもりで意思決定をするっていうようなことをやるわけですね。つまりどんなビジネスにおいても完璧なデータっていうのはそもそも何なんですかってことですね。定義できないですね。であればある程度の、まあ、そこでまあ僕からすると統計みたいな概念がいるわけですけど、その数字を整数で絶対視してはいけなくて、数字というのは類推するものってことですね。つまり3割しかないけれども、まあ、もし100のことが分かればビジネスが成功するとして、ね、3割しか分かんないかもしれないけど、そこからいかに類推するかってことは、僕はそのデジタルが分かんない人だってやってる話だと思うんですね。最後はビジネス どっかで言うと、まあ、いわゆるこう経験とか勘とか。まあ、気合と根性みたいなところもやっぱり重要は重要なんで、ただそれだけでやったらまずいんで、限られたデータの方がまずは見て類推をしていくと、そうすればまあうまくいく可能性も高まるので、そういうこう関係性にまあ持っていく必要があるんじゃないかと思いますけど、ね、そこでこの前お話を伺ったその無地における、つまり 10%、20%、90%、つまりリアルで90%、オンラインで10っていうお話されてましたよね。あの話を少しちょっとしていただけますか。そうですね、まあそのまあ、どういう話だったか覚えてないですけど9割と10割というのはまあ確かにその、まあ、ネットの世界の売り上げが大体 10% で、まあ、リアルが 90% っていう話なんですけども、そのじゃあ 90% の売り上げを、まあ、例えば無地パスポートという社内アプリが全部可視化したかって言ったら、そんなことは全然できてはいないわけですね。まあ究極言うと、その提示する回数なんていうのはまあ年間8回ぐらいしかないわけですね。1人頭8回なんですね。でしかもレジ客数の3割しか提示しないと。そのために俺は億使ったわけですけども、まあ、首つって死にたくなるわけですけども、でもそうではなくて、ちょっと山村さんの話に戻るけど、結局じゃあ提示してるのは8回なんですけど、無地パスポートを開いてる回数と検索してる回数は一体何回なのかということですね。まあそういうふうに考えると、お店での購買行動を全部可視化したわけでもないですし、ただ単にそのネットでの、まあ、いわゆるお客さんの行動を、コンシューマービヘビアをまあ、オフラインというタッチポイントが1個増えることによって、まあ、少しリッチに見えたっていうことなわけで、まあ、そういうことをまあそのできる範囲で各企業をやるっていうのが、まあ、一つの、そのデジタルマーケティングへのまあ第一歩なんじゃないかなと思いますけどね。はい、河野さんいかがですか、そこあたりの。どこまで話を広げればいいかがあれなんです、ね。まあどんどん今日はイケてるセッションなんでですね広げていただいて構いません。皆さんにイケてるものをねお持ち帰りいただけにいけないんで、ちょっとなんか格論になりすぎて、私の場合どうしても先ほどお話してて、ウェブマーケティングのもともとプロから入っているので、ちょっと格論になりがちなんですけど、この最近のトレンドで何やってきたことって、先ほどまさに言った検索っていうのが始まったのは13年前ぐらいで、実際に検索をすると、実際ユーザーさんが分かりやすく言えば、パソコンを今から買えますと。であと私は要するに昔はよく検索ログと見てたんですけど、今から有楽町で5万円借りたいっていうふうに検索する人がいるわけですよ。で当然その人に広告誰が出したいかって言えば、まあ、消費者金融さんが出したいわけで、まあ、そこまでもう明確な顕在化しているニーズって少ないわけなんですけど、最近っていうのはそれをどんどん Google さんであったり Yahoo さんであったり Facebook とかいろんな広告のプラットフォームが分析できるようになってきたことで、いろんな情報を分析することで最適な広告が出るようになっていると。なのでここに100人いれば100人に対して100個のウェブ画面が存在していて、実際それぞれの広告が出ているという今現実がもう起きています。でその中で、やっぱり企業側もそれに向き合ったウェブの運用をしなきゃいけないけど、広告運用しなくてはいけないという中で、まあ、先に話にあったように、それをデータにもついてやれるものであれば、先ほどまさにおっしゃったように仮説立てないとできないものも出てきていて、これは無限大に可能性が広がっている反面、手間も無限大に広がっているという現実が、やっぱり先ほど繰り返したちょっと辛い部分のがあるわけですね。なるほど、結構チャレンジですよね。どうですか、岩村さん、そこあたりで、まあ各論からなんですけど、まあ、大きくね、そのやはりもう経営という視点から考えたときに、このマイクロモーメントという考え方、それをどう把握していくのかって、そこあたりってどういう影響を与えるんですかね。非常に大きなテーマを振っていただきありがとうございますって感じなんですけどまあ、一つやっぱり言えるのは、本当データ多くて大変なんですよね。で大変な一方、そのさっきマイクロモーメンツっていうと、ものすごくこう皆さん違う行動をとってらっしゃる可能性があると。そういうことで言うと、まあ、その Google、 今 Google コンシューマーサーベイみたいなものとかを、まあ、提供してたりするので、もう今までみたいに例えば何千のパネルに問いかけるとっていうことではなくって、 Google のそういったユーザー層を何千万何億人という人たちに対して問いかけていくと、ものすごくこうこう細かいモーメント、ビヘイビアっていうのが分かるようになってきて、一つ一応念のためお伝えしておきたいなと思います。でそれを実際ねどうやってこうつないでいくかっていうところは本当チャレンジなんですけども、ただ少なくともデータベースとしてはそれ無料でお使いいただけますよっていうものがどんどん出てきているというのが一つのメッセージです。あともう一つはですね、これやっぱりそうは言っても仮説じゃないかと。でおっしゃる通りなんですよね。仮説立ててテストするってそういうことなんだと思うんです。で仮説立ててテストする。で一番のポイントはやっぱりデータドリブンな意思決定に変えていく必要があるよね。でデータを取れるような仮説を立て小さくてもいいからテストしてみる。でそれをきちんと学びにつなげて次の施策に反映させていく。で意外とこのデータドリブンっていうところが非常にこのイノベーション組織にとってはすごく大切なことなんですね。例えば Google でよく言われるのフラットな組織ですよねとか、そういう話があります。でフラットな組織がなぜ本当にフラットになるのかって別に階層を減らすとかそういうことだけではないんです。意思決定においてデータドリブンになっているかどうか、それがフラットな組織であり、みんながこうエンパワーされているっていうことを担保するものになるんですね。でそうでないと誰が言ったからね、それで決まっちゃったら誰もやる気出ないですよね。そうじゃなくて、ラリー・ページの、CEO のアイデアも一新入社員のアイデアもデータで検証されたと。でこっちが良ければそっちがいけるんだという、それを本当に実践していく。でそういうデータ、データドリブンな意思決定ということが、一つの、イノベーションのキーになっていく。エンパワーメントということが行われてイノベーションのキーになっていく。でそういう意味ではデータっていうのは単純にユーザーを理解するということだけではなくて、企業の経営の在り方、文化も変え、そしてデジタルっていうものがどんどん進化していく中で、企業がそれにキャッチアップするだけではなくてさらに先を行くっていうことにとって非常に重要なことです。なるほど。つまりいわゆるつながりっていうものの資産っていうか、企業がどんどんつながっていくことが双方向で対話が行われて、でそれが単にマーケティングという分野だけに限らず、いわゆる企業そのもののイノベーションのいわゆるベースになっていくということですね。ということはデジタルというのは実は、まさに企業そのもののイノベーションの源泉になり、それは今資産、関係性資産というかつながりっていうね、でそれがその企業そのものの進化を支えていくっていう、こういう構図で考えていくことが必要ということですね。わかりました。じゃあですね、そろそろですね、全体、議論ということで皆さんからですね、いろいろ具体的に質問をいただいて、このお三方にですね、そこに対してコメントをですね、取りたいと思います。いかがでしょう。質問、どんな質問でも構いません。どうぞ。どうぞ。どうぞ。はいはい。梶さんどうぞ。アクセンチャーの梶と申します。先ほどからマーケティングの話結構出ていたと思うんですが、マスメディアからインターネットメディアへのトランジションなんですけども、アメリカだともう 35% ぐらいなんですが、まだ日本 17% ぐらいだと思っています。これが加速しない理由と、加速させるために我々は何をすべきかアドバイスをいただければ。はい、じゃあこれはお三方にそれぞれですねコメントいただきたいと思います。じゃあ、この順番がいつも奥谷さんからなんですけど、奥谷さんどうぞ。そうですね、なんて加速しないかまだ広告出してる側が分かってないからっていうのは痛いですよね。例えば前職なんかだとせめてこう検索窓で無印良品ぐらい入れてほしいんですけども、そういうの入れないとかですねもうだから本当根本的なところでまだできてない。ただ多分そういうのがもっと広がれば、全然今の消費行動とか見てるとお客さんはもう実際やってますよね。テレビ見ながらツイートしてるし、テレビ見ながら検索してそのまま買っちゃうと、先ほどのきっとおいしくすっていうのもまさにパブリシティで見てそのまま新機会になったりはしてるので、これはもうどんどんメディア側がどんどんファシリテートすればとかプロモートすれば進むんじゃないかなと、それの成功事例がねどんどん出てくればいいなというふうに期待はしてますけど、特にだから事業会社側がどんどんそこはまさにデジタルマインドでテレビ CM を使おうとかやる気よりメディアを使おうってまだ思ってないから進んでないって、ただそれだけだと思いますね。はい、ありがとうございます。岩村さんどうでしょう。ごめんなさい、ユーザーがそのデジタルメディアに使ってる時間のパーセンテージでいうと、もう40数%、50% 近くになってる、すごいギャップがやっぱりあるんですよね。でそこをどうやって加速させていくかという話で、ホアイデジタルっていう話で何をしたらいいかっていうのと、さっき言ったホアイホアタウみたいなことをきちんとやっていかなくちゃいけないんですが、一つはやっぱりそのトップの認識っていうところはすごくあるのかなというのがあります。あともう一つはですね、それを細分化して見ていくと、やっぱりダイレクトレスポンス系の方々っていうのは結構もう使われてるんですよね。本当にやっぱりデジタルっていうものはもうチャンネルであると、ここでビジネスが行われるんだ、トランザクションであると。でところがいわゆる日本のトップのブランドアドバタイザーというものを見ていくと、その広告費におけるそのデジタルのスペンドって本当小さいです。ここではちょっとなかなか申し上げられないぐらいとても小さいというところがあると。でこれはですね、さっきのそのマイクロモーメンツっていう考え方でいうと、一番刺さりやすいところで刺してないと。でブランドのそのさっきからストーリーとかいろんな言葉ありますけども、そのストーリーどうやってテレするのっていう時にちゃんとモーメントを捉えなくちゃいけないんですよね。例えばその確かに子育てが始まる瞬間みたいな時に、おめでとうございますっていうのがあるかもしれないですよね。でそういうその関係を構築していくっていうことを、そのブランド企業というものがまだまだそのデジタルを活用してできていないと。でそこは私たちもどんどん一緒にやっていかなくちゃいけない。で例えば YouTube っていう、そのビデオやっぱりエモーショナルですよね。そのビデオの活用っていうことで考えると、今先ほどのそのモバイルで、日本は本当にモバイル先進国なので、モバイルから見てる人っていうのはですね、もうマジョリティを超えてますとか、60% 超えてるんですね。モバイルで見てる人の方が多いわけです。ということはもう始終取り出して見るわけですよね。でそれをどうして活用できないのかなっていうか、それを活用することでものすごいチャンスが、エモーショナルボンディングをブランドが作っていくことができるチャンスがあると。で実際に海外では YouTuber というですね、 YouTube 上のクリエイターっていうのがいて、その人たちすごいですよ。ものすごい熱狂的なファンがいて、もうビジネス的には100億近いビジネスを生み出しているような人たちっているんですよ、このファンをベースにして。でそういうものが日本でも徐々に出てきているっていうことを、見逃してはいけないかなというふうに思います。やっぱり河野さん、発想の問題なんですか？オフレコじゃない中でどこまで話していいのかが今すごく悩んでるんですけど、なんとなく察してほしいところで言いますと、インターネット広告を売っている私たちみたいな人と、テレビ広告を売っている私の親会社みたいな人たちが別々にいる中で、売る側の動機付けがまだインターネット広告を売るっていう側にまだ行き着くような状況になっていないと。でただこれはもう必然的に広告主さん側のご予算がデジタルにシフトしてきているっていう意味で言うと、もう間違いなくシフトすることは始まりだしているなと。ただその時にまさに今回このテーマになっているように、今度広告主サイドの話でいくと、そのデジタルマーケティングの決済をする最終的な人がその大きな予算を持てる状況にまだインターネット側にはいない場合が多い。なのでこれはその扱っている広告代理店側の問題も、その売る動機づけっていう問題でも存在しますし、広告主さんサイドでもその決済をするっていう立場がどこにあるか。だからのでこういったことをこういうセッションを通じて、インターネットにもう少し皆さんが目を通してくださって、もっとここにもう予算を投資しようよっていう、AB テストから始めるようなところから始まっていけば間違いなく増えるところと、あとは最後今まさにあったユーザーのポイントもあるのかなとあると思います。ということでございます。他質問どうぞ、どんどん行きましょう皆さん。頑張りましょう。なんか癖でね、グロービスでいろいろやってると目があった人は当てちゃうんですけどね。どうですか。すみません。日本交通の川辺と申します。最初ですね、社内にいるマーケターみたいな人をデジタル化するのがいいのか、それともデジタルマーケターみたいなものを採用したらいいのか、そのあたり、特に奥谷さんとか最初はそのデジタル系ではなくて、どちらか店舗だった方こうやる、そのあたりちょっといかがでしょうかね。そうですね、最初の一歩どうやるかってやめといて言うのもなんですけども、育てた方がいいですね。絶対育てた方がいいです。じゃあなんでお前をしくして何やるんだって話になるんですけども、やっぱり何と言いますけど、これからデジタルの要素っていうのって結局その会社のビジネスモデルを理解した人が結構描けると僕は思っているので、そう考えるとやっぱりいろんな部門を経験した人でそういうまあデジタルを挑戦したいと思っている人ですね。あとまあ先ほど山田さんの資料にもありましたけど、結局その日本のこのリスクアバースなこう傾向をそのどうやってまあね、無地パスポートはすごいことになってますけど、その7割ぐらい僕も失敗してますから。まあそのね、大きい会社になってきて、まあ大体まあどうですかね、やること10個のうち2つぐらいだけは提案して、1個すぐ通って1個は通らなくて、それに1ヶ月かけてる間に残りの8個のうちもう4つぐらいもう結果出ちゃってるわけですね。でもまあそうやっているから、こう何回やるときにすぐボールも投げれると。ただしそのまあそこに対してだからこう経営側がどのぐらいコミットしてあげるか、その失敗もまあ別に黙にするとか、まあどういうふうに評価するかは各社によって違ってもいいですけども、そこにまあ最初に言ったようにその温かい無視があるとやめてしまうんで、人間はやっぱり最後はエモーショナルなものなのでそこはちゃんと育てた方が絶対いいと思いますね。まあポイントとしてはやはりそういうトップの発想ですよね。発想をちゃんと理解っていうのと、それからやっぱり当人もビジネスが分かんなきゃいけないっていう話ですよね。そうですね。その2つですね。はい。じゃあ近藤さんいかがでしょう。やっぱ規模会社の事業モデルで変わるのかなと、規模によって変わるかと思うんですけど、やっぱり優秀な人って転職しちゃったり、その同じ組織内で他のところに移る、大体もうよほどその事業モデルがデジタルじゃない会社さんは感覚なんですけど、やっぱ3年で担当者の方が移られるんですよ。でその時にまさに資産が残ってればいい、残せている会社さんであればいいんですけど、残ってないとまたゼロからスタートするんですね。それは社内の人事異動でいなくなっちゃう。人事異動で。人事異動ね、それは分かりますね。なので、まあ、ある意味僕らみたいなアウトソース先にちゃんと資産蓄積を一緒にやっていくってお願いしていただくのも一つの手だと思いますし、もし逆にやっぱ僕らは外の人間を使うとお金かかりますし、皆さんの本来のノウハウが外に行ってしまう可能性もあるので、ご自社でやられようとするんであれば、先ほど話にあった意味で言うと結構ハイブリッドで。外からも取るし中でも育てるし、一定の期間さっき、まあ、いい意味で無視も温かく無視もしてあげた方がいいし、でも無視続けると出てっちゃうんで、ちゃんと見てあげるっていう両方をしなくてはもういけないフェーズなのかなとは思います。なるほど。でちなみにそういう時にすみません追加して、一人ってやっぱ辛いですよね。その部署みたいなの、まあ、予算もあんまりないし。私に言ってますいや、なんとなく私とりあえず実は当初今2人ですね、担当者貼り付けてやってるんですけども、なんか仲いいとか悪いとかそういうことも含めて、じゃあ3人かとかですね、すいません、そんな初歩的なところで大変申し訳ないですけど、でもまあ私も別に1人でやったわけでも何でもないですし、まあその僕が本当プログラムかけるわけでもね、相手のことなんか全然分かんないし、統計とか言いながら算数2でですから、まあそう考えるとそのツールに助けられ、まさに外の人間にも助けられた。ただステークホルダーとしてその各社のそのデジタルマーケティングのビジョンを握っている人間はプロパーであるべきだろう。そこが1人なのか2人なのか3人なのか、まあどっちでもよくて、あとは周りがまあそれが社員であればまあよりいいですし、まあ外の人も全然いい。まあ結果的にはやっぱり我々無地で働いた時もやっぱりこう社内外の人とのやっぱりこう連動が必要ですし、特に社内でいうとその部署を超えてやることに対する理解とか協力を取らないと済まないので、そういう意味ではまあ何ていうんですかね、まあその人が外の部署だろうが何だろうが、一応会社の名のもとに協力できる体制っていうのは絶対必要だと思います。どうぞ。あれ、この相談結構実はクランさんからいただくこと結構あって、僕が答えてたのは3人いた方がいいって言ってます。なぜかというと、やっぱり2人だと1人辞めた時に1人にリスクが負うのと、2人だと喧嘩しますからやっぱ相性の問題出るんで、やっぱり一般的に3人いると。でやっぱ会社さんによってはさすがにそのデジタルマーケティングの3人も置けないようだったら、その時はやっぱり1人ぐらい、まあ、上位のそれこそ経営層から1人はコミットさせといて3人にしとくとかをしといた方がいいという話をよくさせてはいただいています。コミュニケーションの視点から実は2より3なんですね。対話とかコミュニケーションって2人じゃできないんですよ。煮詰まっちゃうから。3人いて初めて成り立つのがコミュニケーションなんです。で周りが敵の場合は特に3人が一致団結して頑張らなきゃいけないっていうことからすると3っていうのはいいと思いますし、あと熱い思いがなきゃダメなんじゃないですか。まあまあそうでしょうね。これねやっぱりこうウォームハートとクールヘッドじゃないですけど、ブロックンハートブロックンハートじゃない、アンブロックンハート、ブロックンになっちゃうとやめちゃうかもしれないですけども、やっぱりまあそこがだから何度も言いますけど、そのなんていうんですかね、そのある日突然デジタルとともに生まれたビジネスじゃないと思うんですよ、皆さんとどんな会社も。でなのですけど、美味しくすれば野菜は別にネットで見てりゃ腹いっぱいになるわけじゃないわけですよ。届いたところで土もついてりゃ洗って食べるわけです。無印良品も一緒ですよね。買った商品がダメならばもう二度と買わないって、ただそれだけです。そのペンのイノベーションとデジタルは究極とあまり関係がないですよね。だけどその関係性を維持することが大事なわけなんで、そういう意味でその深いそのビジネスの理解というのはやっぱり感情的にっていうか思いがないとダメだと思います、ね、無理ですよね。はい、じゃあそこを岩村さんちょっとこうまとめていただいてですね高所から川辺さんが頑張るっていうのが一番じゃないかなと思いますね。まあマジックナンバー3は確かにあると思いますし、あとはでもやっぱりその人たちだけこうまあなんていうんですか、お肉っ子みたいにしないっていうことですね。やっぱり川辺さんがバックアップしてるんだと、でちゃんと本当にデジタルスペインと何%なのかとちゃんとトラックしてそれを経営会議で見せると、なぜいかなかったんだ、もしマーケティング全体見てる人が寄せちゃったと、じゃあなぜ寄せたんだというふうに、まあ、きちんと川辺さんのリーダーシップが発揮できればいいんじゃないかなと思います。頑張ります。ありがとうございました。はい、どうも。じゃあどうですか、もう一問。はい、どうぞ。ちょっと待って。はい。はい。日本ではシニアがどんどん増えていってると思うんですけども、そういう人たちに対してデジタルマーケティングをどういうふうに活用していったらいいかっていうようなお考えもしあれば、その方に。はい。じゃあこれはボランティアでどうぞ。早いもん勝ち。最後は Google さんが多分言った方がいい気もするんですけど、データ持ってるんで、意外にシニアの方も普通にインターネット使ってる人が多くなってきていて、あくまで対象となるサービスがシニアに向いていれば、手段自体は実はシニアだから昔より文字ものすごく大きくなければいけないとかって一部あるんですけど、意外にちゃんと分析かければシニア向けにきちんとシニアに確立した手段がもう存在しているというふうに思っていただいていいのかなというふうには思ってます。実際なので僕らも非常に多くのクライアントさんの中でシニア対象のターゲットとした広告を今やらせていただいていることも増えてます。はい。じゃあそうですね。僕はやっぱりそこのキーワードがまさにオムニチャンネルかなと思っていて、そのいわゆるこう海外とかでいうとこうインスタカートとかね、いわゆるこう買い物代行みたいなものもたくさん出てきてるじゃないですか。要するにこうデバイスから何かを頼むヘルプを出して、それが別に物流センターから来なくてもいい時代はもうちょっとしたら来ると思うんですよね。そういうのにこれからシニアになっていく人はもう多分慣れてくるだろうと。でそれは 50m 先なんだけど行けないとか、そういうところにやっぱり何度も言うんですけど、やっぱり僕のデジタルマーケティングで常にこう人が介在するっていうか、やっぱり人が持ってく、それは大和運輸さんだって基本的には車に乗ってるだけで人が持ってってるのは変わらないですけど、もっと至近距離でそういうことができる、だからオムニチャンネルの発想でいくとそういう高齢者のサポートっていうのはもっともっとできるんじゃないかなと、そこにビジネスチャンスもあると思います。はい、じゃあ岩村さん締めを締めというわけではないんですけれども、日本はですね結構シニアアクティブですっていうのが一つ言えるかなというのと、あとこれからさらにアクティブになっていくだろうというのは、やっぱりインターフェースがどんどん変わってきてるんですよね。要するに昔はタイピングをしていて、みんなすごい勢いでフィーチャーフォンで打ってる人たちもいましたし、あるいはスワイピングとか、いろんな形でインターネットデジタルとのインタラクションというのが変わってきてると。でそれが今声になってきたりです。私たちある実験をしたことがあって普通のスマホをパンダのぬいぐるみに入れて置いてみたと。で置いてみたらやっぱりですね、ものすごいシニアの方も含めてアクティブに話しかけるんですよね。でどんどん聞いちゃうと。でこうやってこれでやってみてください、音声検索やってみてくださいと渡してもですね、そんなにやらなかった人がもうパンダになった途端にあらみたいな、もうすごいお話しちゃうわけですよね。でそういう意味でこれからどんどんデバイス、今ねこれたまたまこういうスマートフォンという携帯取ってますけど、これ全然変わってくるわけですよ。いわゆるIoT の世界になってきて、であらゆるものがそうやってもうインターフェースとしてインターネットにつながるものになってくるっていうというのが一つの鍵になるのかなとは思います。はい、ありがとうございます。時間がですね、そろそろ、迫ってきました。一応ここあたりでですね、あと5分ぐらい、4分か、4分あるわけですが、いずれにしても、冒頭に申し上げましたように、やっぱりデジタルというものはある意味技術論を超えて一つの発想としてね、やっぱり持っていただく、世界観として持っていただくことがやっぱり経営に携わる方々にとってはすごく重要じゃないかと。で実はある人とですね、その日本の企業経営がグローバルで戦う上でどういうことなんだろうと言った時に、その人が2つの弱点を持ってるっていうことをお話しされてたんですね。その2つの弱点の1つって何かというとですね、まず英語っていうことが出てきて、でこれは英語力、語学っていうだけじゃなくて、言語っていうのは一つの思考回路なわけですよ。でいわゆるこれから外で戦っていく人たちってのはやっぱりロジックをしっかり話せるか。実は英語っていうね、言語ってロジック話しやすいんですよ、日本語よりも。でもう一つ重要なのは、ストーリーを語れるか。で英語っていうのは、日本語よりも圧倒的にストーリーを語る上で便利な言語なんですね。ですからこれはこれからの世界戦う経営者っていうのは、日本の経営者っていうのはやはりある意味で言うと、そういうロジカルをしっかりと話せ、しかもストーリーを語れるっていうのは重要だっていうのは一つのポイントですね。で2つ目は先ほどリスクの話がありましたよね。やっぱりリスクを取っていかなきゃいけないっていうリスク感度が非常に少ない。で今これからの時代っていうのはもうチャンスをチャンスにするっていう時代じゃなくて、ピンチをどうチャンスにするかっていうことで、チャンスとピンチっていうのは表裏一体なんですよ。その後リスクっていう感度が弱いとですね、やっぱり弱いっていう話なんですね。その2つを指摘されたんですけども、今日のこの議論をですね通じてやっぱり3つ目があるんだなと。でそれはやはりデジタルという経営的発想っていうのをですね、やっぱりデジタルっていうのを経営的な発想の一部としてちゃんと考えるっていうことが、多分これからの経営にとってはすごく重要になってくるんじゃないかなと。いうふうに思います。今日は本当長いというか短いようで、ありましたけれども、皆さんわざわざ来ていただいて本当にですねありがとうございます。皆さんも、デジタル発想持ってください。じゃあこれにて、一件落着。はい、じゃあどうもありがとうございました。